さあ始まりました決勝戦、2013決勝トーナメント決勝戦第2マップ、第3ホーキンソン、レッドチーム側がアイゾン、ブルーチーム側がナブドとなっております。はい、パス早速出ました。この攻撃はですね、ヘコ選手が取っております。開幕から取ってきましたね。そうですね、ここ大事ですよ。やっぱり第3ホーキンソンで一番重要なところはリードがあって、あっと、ヘコ選手は強気だ。やばい、サニーギー、ヘコ選手は止まらない。いやえ、ドラゴンロードで結構勢い取られちゃったかなと思ったんですけど、ナブト全然負けてないですね。いや天狗選手が特にそうですよね。はい、こんだけ負けて慎重にやらざるを得ないし、逆転もできる。さあこれは無事に見えなかった。さあパーフェクトラウンドになってしまうのか。天狗選手が全然抵抗する。これは勝負出る。ワンキー乗った。しかしマーチャ選手が代わりに来た。さあスラムはナブドが取りました。今いいランクの取り方ですね。いや取りました。はい、でも天狗選手がすごかったですね。すごいですね。もうやりたい放題ですでしたからね。まだ、はい、これなんとアイゾーンの天狗選手を無視はできないですね。そうですね、天狗選手気をつけなければいけない、そんなシーンになるでしょう。天狗選手素晴らしいですからね。いや昔から上手いですからね。それゴキエムだったら本当に右手ですね。やっぱいないんじゃないですか。いないですね、間違いないでしょう。さあレッド対石の状況、はい、そのこのラウンドこそ、まあ、基本的にレッドチームが結構慎重にいくのがベターですからね。そうですね、まあ、壁越しグレネードを投げて当たったらラッキーみたいな、ね、ラッキーですよね、はい、とりあえず相手の人数を削りたい、そういう意思だと思います。はい、さあどう戦っていくかですね。さあこれは戦うと、はい、慎重に足が使えますね。はい、ここは慎重にいきますね。残り30秒でしょうか。これ取れるんじゃん。これは当てにくい立ち回り。まず宮城選手がしてるよ。天狗選手が倒さにかかるか。宮城選手が倒していく。宮城選手なんか攻めて倒してますね。全然守ってる気配がないんですけど。さあそして宮城選手が入る。ツオンツーです。よくツオンツーまで持ってきましたね。持ってきましたね。パーセント取られながらもちゃんと繰り返していきます。はい、さあただ残り時間も30秒ですね。はい、そうそう、接着がいけないとこですね。今度は足方接着できるので、ここで接着完了しましたね。さあどう取り返していくか。おっ、テンパクのシーンです。はい、先にゆっくり取った方がかなり、まあ、有利になるでしょう。先に取ったらジネゲイ選手が残った。おっと一瞬横を向いたところ、これはカバーを取る。すごい、よく取り返しましたね。なるほど、取り返してましたね。よくポジション的にアイゾーンというか、はい、やはりデイター選手のワンキル。そうですね、あとアイゾーンのリーロングの入り方も非常に面白かったですね。面白かったですね、はい、あのすごい高いところが、すごい高いところがありましたからね。あれには天狗選手もちょっと驚きました。はい、はい、そういうところちゃんと考えてきてるわけみたいな。そうですね、今回も仕上がってますね。さあしかし対するナブドは、まあ、ここはねやはり元王者の意思というか、そうですね、しいですね。さあ本幕一貫戦でもいろいろ経験してるとは思うんですけど、はい、これがもしなくもならブルーチームなどものすごい出てまいらない。そうですね、はい、攻めてもブルーチーム側は攻めても強いんですよね。しっかり L 字を警戒しておかないとダメなんです。さあしかしここでロンググラブで今サイパーソンがナブドとサイパーソンが2人倒したことでかなり動きやすくなったか。さあどう動くか。さあこれは A ショットか。ナブドが出ました。ナブドが出ませんか。ここでもケミスト選手3人抜き。ケミスト選手は今大会見せます。いや A ショットとユナイテッド選手とケミスト選手がいるって本当怖いですね。嫌です。みんな溶ける溶ける、みんな内落ちしますね、それは、はい、危険なレベルです。さあ、というわけでラウンドショットは0対3、はい、ナブド優勢です。さあ、1マップ目取られた分の敵を打ちたい。
1ラウンドでいいから取りたいですね、アイゾンは。そうですね、後半のことを考えると1ラウンド最低でも取らないと勝ち目が薄くなりますからね。まず抹茶選手がファーストにリアルビ選手を倒しました。スナイパーを削れるのがでかいですね、はい。そしてファーストキルを取りに行く抹茶選手を頼むと、抹茶選手もだいぶスイッチが入ってきたな。おっと、ライブ選手が強気で勝負、あそこ勝負するの簡単じゃないんですけどね。さあ、4対4の技術状況、いいものになってきました。ここ丁寧に取りたいですね。いやー、おぉ、アルフ選手の結構強気もしっかりだよ。そう、それも引き出していきます。さあ、2オン3の状況です。さあ、どう動くか。おっ、マッチャ選手がうまく両対応の男子ですね。正面の敵としか打ち合わない位置、しっかりと遮蔽で打ち合わせる戦いです。アボカリ選手が残りました。球が切れて、マッチャ選手がハムラン。マッチャ選手うまかったですね。いや、うまかったです。はい、立ち回りが良かった。フィジョークの形が取れていたんですけど、全部うまく使って立ち回りましたね。そうですね、フィジョークを防ぐ方法ですね、はい。さあ、これでラウンド直接0対4、ナブと大きくリードです。先ほどドラゴンロードではアイゾーンが大きくリードして勝利したんですけど、はい、今度は逆ですね。いや、完全に逆パターンですね、はい。やるためにやりたいですからですね。そうですね。ああ、しかしナブトが油断は許されないですね。どうなるかわからないですね。さあ、どう戦っていくか。時間使えますね。まあ、使いたくなるのもありますよね、このマップ。そしてこの大事な試合、ここはじわじわとやはり決めていきたいところですけどね、はい。4本取られているので、がっつりそこはやらせて怖いですからね。まあ、若干運要素も絡みますからね。そうですね。しかし待ってても運要素絡んだ。エビスト選手ナイスプレー。次だ、ヤベリ選手がこれをアンキルで追い返しています。エビスト選手が技術はイブに持っていたところ、ロングアーディユナイテッド選手がアポガリ選手を抑えます。さあ、状況は2オン3。しかしここで裏からテンゴ選手登場。ここはナブドを抑えたい、アイゾーンを取りたい。いやー、どっちからしてもなんともしたい状況ですよね。さあ、シーフォー設置が完了しました。しかし、ここはマッチャ選手がウェンドボット GP の選手を仕留める。これは大きいですね。いやー、これはすごく大きいです。前半戦ストレートです。ラウンドトップはなんと0対5 0対5でナブドが、あ、マッチポイントですね、はい。ラウンドを取れば、1ラウンドを取ればナブドの勝利。アイゾーンも落とせないです、ね。アイゾーンは全マップ取り返すことが、はい、まあ、引き分けの条件です。引き分ければ延長戦で取り返すチャンスもあるにしてよ。おっと、まず判断を読んで、あ、違う、ね、ナブドが今判断しましたね、はい。あ、でもそっか、ポイントから倒しましたね。ポイントから倒しましたね。はい、離れてました、シンガーが。おぉ、これがしっかりと、ね、さらにユナイテッド選手がリアベリー選手を状況 3-4-3。 さあ、デビデオ選手がグレーテもすぐ、さらにユナイテッド選手がグレーテ。さあ、花火祭りが始まっております。雪合戦してましたね。いやー、大爆発ですね。そしてマッチャ選手、なぜかスナイパーライフルを握っている。すごいですね。レアですよ。レアですよ。そして